いや、皆さんこんにちは。今博多の塩ラーメン食べてきました。博多の塩で有名な、その博多の塩を使ったラーメン屋さん、600円で食べられる。めちゃくちゃうまかった。あのクオリティで600円はマジで安すぎる。ほんで、まあ自転車乗りにはありがたいサイクルラックがドンドンドンと3つあって、あと、まあ道も広いんですけども、一方通行ということで、まあ一応駐車場も広いし、越え来やすいかなって感じです。博多の塩ラーメン、三和さん。店内の雰囲気もいいし、なんか良かったな。また絶対食べに来ようと思ったお店でした。皆さんもぜひ食べてみてください。では。